よいしょ。はい、どうも。どうもどうも、皆さんこんばんは。マークでございます。いや、本日お違反にしてまいりましょうね。本日の違反、この、電気圧力鍋で作った肉じゃが。そしてこちらが湯豆腐。で、それってこちらがレンジでチンしたキャベツに、塩昆布とごま油入ったやつで、柿バナナ。いやー、テンション低い、大丈夫？青白くない？大丈夫？本当。これもあれよ、今朝切ってたのよ。今朝、じゃがいもとかね、玉ねぎとか人参とか。今日天使で帰れてよかった。今朝切ったのよ。なんか昨日の夜さ、10時半ぐらいの布団入ってるんだけど、もう全く眠れない。定期的にまあこういうことあるんだけどさ、でまあ意識、布団の中でとにかく意識があるまんまで、もうそのまんま朝で、まあ朝これが切ったりしたら、もう準備しといた。はい、お疲れ様です。で、電気圧力鍋でさ、作ったのさ。そしたらじゃがいも、これメークインなのにすごい煮崩れしちゃった。これ一応メークインよ。いただきます。あー、抜群にうまい。おいしい。肉じゃがなんか久々だからおいしいね。なんか意外と煮崩れしてるからおいしいっていうところがあるかもしれない。なんか給食の肉じゃがみたい。給食の肉じゃがって煮崩れしてなかった？結構。それほんと定時で帰れてよかった。今日残業だったら多分集中力続かなかった。おいしい。おいしいな、優しい味がする。うん。なぜ急にバナナとか柿を買ってきたのか。これバナナとかね、特にバナナそうらしいんだけど、安眠効果があるんだって。なんか安眠効果あるっても、今日食べたから今日眠くなることではないんだけど、大体12時間以上経過したぐらいからその安眠効果が出てくるみたい。だから今日今食べても今夜は関係ないんだけど。だけどまあ買った。お守りみたいなもんよ。バナナ食べてるから大丈夫みたいな。今日はさすがに眠れんだろう。本当次の仕事の時に本当眠れないって本当困るよね。
そんなさ、口が滑ってもさ、眠れなかったんで休みますなんて言えないじゃん。まあ、案外受けるかもしれないけどね。電話かけたら案外大爆笑で受けるかもしれないけど、受け狙っても仕方ないからさ。もうめっきりもう嘘でも元気なふりしていくしかない。いや、まあ、バナナ食べた。大丈夫です。なんでこうやって焼けて眠れなくなるんだろうな。体は疲れてるんだ、間違いなく。疲れてないわけがないな、あんだけ動いて。なんかいろんなことを考えちゃうんだよな。ああ、湯豆腐美味しい。あったかい。湯豆腐には昆布ポン酢。昨日コメントに、所得税減税と、あと、非課税世帯への給付だっけ、それのなんか説明をしてくださいっていうコメントがあって、別に説明するようなことでも何でもないんだけど、なんか、まあ、与党がやってるのはその年収600万円以下、の人の所得税を、まあ、減額しましょうということと、いくらだったかな、いくらだったか、いくら減額するのかな、4万円とかそんぐらいだったというような気がするんだけど、減額しましょうというのと、あとその非課税世帯ね、所得税とかが、要は生活保護を受けてる人とか、ね、年収135万円以下だっけとか、あと自治体の定めるその所得以下の人たちに、7万円給付される。いやことでございました。まあでも、これね、物価だからね、物価だからね。そこでねの対策なんだろうか。うん。長引くと思うんだけどな、もっと。でもね、なんかやってもらったほうがいいとは思いますけどね、私は。やっぱりね、どんな、でも結局のところ世の中、そのお金持ちの人たちにたくさんお金を使ってもらわないとね、世の中良くならないね。
でも羽振りのいい人たちにどん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 使ってってもらわないと。今景気は良くならない。とりあえず物価だからね、九州がその場しのぎにはなるだろうけどさ。あー、かい。なんかこの煮崩れた肉じゃが美味しいな。昨日も早く寝たんだけど、それでも布団の中入ってるんで、入ってね、目つむっただけでもね、じっとしくだけでもなんか睡眠の 80% ぐらいの回復力は回復はしてるんだって。だからもう眠れないからもう諦めようなんて思ってさ、起きてくのが一番良くないらしい。眠れないなら眠れないで布団の中に目つむってじっとしとく。そうすると睡眠の 80% か、まあ、70% だったらそのぐらいの効果は得られるだそうです。あー、うめ。なんかこの煮崩れた肉じゃががすごく美味しく感じ。かき食べよう。種なしか88円。あんまり甘くないな。うん、おいしい。そしてバナナは本当安眠効果が素晴らしいらしい。美味しかった。それでは寝ます。ごちそうさまでした。皆さんまたお会いしましょう。さよなら。